久保さん、今回ビジネスで最も難しいことにしましょうか。ビジネスで最も難しいこと。まあこれは人それぞれ考え方があると思うんですけど、僕が一番難しい、難しいというよりかは時間がかかるものですね。ビジネスで一番時間がかかるものって信頼なんですよね。信頼。まあぶっちゃけ集客に関しては広告出せば、ね、例えば Facebook 広告一日に100万円投入しました。 えまあまあ露出するじゃないですか。ごめんなさい、どうですかね。だから、露出集客の部分に関しては、ぶっちゃけ金出せば、もちろんクソクソ LP 出してたらダメですけど、まあ、ある、ちゃんと勉強して、ちゃんと勉強して、そこにある程度の広告費を投入すれば、露出するので集客はできますよ。でもし、じゃ集客しても、そこからまた時間かかるのって何かっていうと、お客さんとの関係性なんですよね。 うん、ど,どうですかねあのいきなり道端であって結婚プロポーズして結婚できますまあまあ無理じゃないですか。ねプロポーズするのにもその女性との信頼関係構築する上でデートしたりプレゼントしたりとかいろんなとこ旅行行ってみたりとかいろんな思い出作ってで。 プロポーズですすよよねねだかかそこに時間がかかりますよ、ね、もちろん人それぞれね、1ヶ月とか1週間で結婚のがありますけど、さすがにその日に会って、渋谷の路上でその日に会って、その日にね、市役所行ってね、婚姻届け出すっていう人は、まあま、間違いなくいなくないですか。久保さん、いますかねまあ、世界いろんな人いるからね。まあ、何人かいるかもしれないですね。今日出会って、今日市役所に婚姻届け出す。めちゃめちゃすごいな、みたいな。奇跡ですね、それ。<laughs> ね。強発対面でね。 だからビジネスって商品を売る、クロージングするわけじゃないですかで。じゃあそこに何が必要なのかって信頼ですよね。それの時間がかかるわけですよ。ただしこれね、量やってるとありがたいことに、あの信頼って取りやすいんですよ。だってここまでやってる人いないんで。だつまり信頼を自動で作れるんですよ。わかります例えばリアルで、リアルのビジネスでわかりやすく言うならば、あの創業100年とかね。 伝統があって創業100年、創業300年の歴史がある、創業300年の歴史がある、羊羹とかね。なんかどうですかなんかすごい重厚な羊羹っぽくイメージできません、ね、創業300年です。江戸時代からありましたねと。羊羹作り続けて300年。っていうコピーだけで結構い,いけそうじゃないですか。多分これいけますよね、久保さん。江戸時代から羊羹を作り続けて早い300年みたいな。この歴史と伝統をあなたの、 あのご自宅に今なら送料無料みたいなね <laughs> 売れそうっすね <laughs> だからこれね長く続けるって実は信頼を一瞬で獲得できるっていう一瞬というかねまあ物にその打ち出し方にもよりますけど今のね羊羹の話老舗老舗旅館とかねいろいろありますけど続けてるといろんなメリットがありますよみんな続けられないんでだって100年100年とか300年とか超難しいじゃないですかずっと継続するって それ継続してきたって普通に考えて何かあるんじゃないかなと思いますよね。うん。だ思わせることができるんですよ。続けるだけで。いってらっしゃい。